アイスアイス。お久しぶりです。先輩、ちゃんと動画いっぱい見てもらえてよかったですね。正直ここまで再生されるつもりで作ってないから恐縮なのだ。 J2 や J3 のリクエストも来てますね。ヘイ、制作中。カミングスン。なんとか今年中には出したいけど、あんまり期待しないでほしいのだ。というわけで今回は通常営業。欧州リーグ所属の日本人選手まとめてみたのコーナー。今年の夏も J リーグからたくさん海を渡ったね。把握しきれない人数になってきたぞ。はい、つむぎ、何人いるでしょうか。うん、100人ぐらい。倍すぎか。甘いぞつむぎ。下部リーグも含めればドイツだけで60人ぐらいいるのだ。え、下部リーグも全部紹介する気ですか。ダメなのだ。日が暮れちゃうよ。じゃあ2部リーグ以上に限定しようか。それでもすごい人数でしょう。ウェファランクの低い国順に見ていくけど、30位までは駆け足。所属選手の名前と年齢だけの紹介なのだ。データはみんな大好きトランスファーマルクトを参照。だから間違ってても僕は悪くないぞ。よろしくお願いします。55位サンマリノ。プロリーグなし、20年ぶりの代表勝利おめでとう。54位ジブラルタル。1名発見。川崎の下部組織出身。53位アンドラ。情報なし。52位ベラルーシ。3部リーグに1人いるね。治安大丈夫なのかな。51位北マケドニア。神田は札幌ユース出身の元 J リーガーだね。これは YouTube？ そうなのだ。調べたら結構みんなチャンネル出てくるんだけど、自身を売り込むようなプレイ集が多いんだよね。今回はエンタメ要素のあるチャンネル運営してる選手にだけマークつけてます。後で見てみよっと。50位ウェールズ。下部リーグにいるらしい。49位ジョージア。父ちゃんは新潟で活躍した中野圭一郎氏。2世選手だ。48位ルクセンブルク。情報なし。47位モンテネブロ。うわ、めっちゃいる。橋渡しする組織や人の数が多いから留学先として有名なのだ。欧州リーグ以外の登竜門。ここからステップアップしてる選手も結構いるのだ。46位北アイルランド。情報なし。45位アルバニア。情報なし。44位エストニア。清水ユース出身なのだ。所属するのをメカリュ FC は日本人大好きクラブだね。テストに出るぞ。43位リヒテンシュタイン。国内リーグなし。42位リトアニア。お、日本人選手急増中なのだ。なんでこんなに多いの。なんでだろうね。環境がいいのかな。あとケイスケホンダパワーもあるかも。アーホンダ選手がプレーした国か。41位マルタ。こちらもサッカー留学地として有名なのだ。山口拓磨は松本山雅にいるカズマの弟さんかな。サッカー兄弟だね。40位カザフスタン。情報なし。39位ボスニアヘルツェゴビナ。オシムさんのイメージ。山本は12歳で投資退職の選手。38位フェロー諸島。情報なし。37位フィンランド。田中アトム。今年で通算8シーズン目だね。フィンランドでの獲得タイトルは9個。まさに優勝請負人。誇らしい。36位ラトビア。ユークを前ここにいたのか。川崎選手もいるんだ。 J リーグ経験のある選手が増えてきたのだ。長沢のチームはヨーロッパリーグ進出。試合出れるといいな。35位アイスランド。情報なし。34位アルメニア。昨シーズンまでこのリーグにいた宮島ゆずきも YouTube でリアルな姿を配信してるのだ。給与の違いに突然の戦力外通告。まさに海外って感じね。33位アイルランド。3部に所属する選手が1人いるね。32位コソボ。情報なし。31位モルドバ。情報なし。以上、駆け足ですが55位から31位でした。すでにすごい人数だ。とはいえ大半が J リーグ未経験選手。リーグの市場価値で見ても J3 より下の国が多いのだ。日本でもサッカーはできるだろうけど、欧州マーケットに身を置くのも大事だし難しいな。選べるのはいいことなのだ。国内リーグの強豪だと契約条件も良かったりするだろうし。確かにね。情報抜けがあったらごめんなのだ。さて、ここからは一人ずつ紹介していくから長いぞ。短めで頼む。30位スロベニア。情報なし。29位ロシア。
情報なし。28ルーマニア、瀬戸孝幸、まだバリバリやってるのかすごいのだ。ルーマニア一部リーグにおける外国籍選手の歴代最多出場記録保持者。レジェンドすぎるわ。今季は開幕戦直後に2部のチームへ移籍。戦いぶりは公式ブログで。鳥羽潤、昨シーズンはリーグに昇格プレーオフを制して2部へ昇格。しかしその決勝で膝の大怪我。うわ、まだ若いしこれから頑張ってほしいのだ。大島拓人、スロバキア4部スタートながら順調にステップアップ。どのチームでも主力に定着してるね。今季から3カ国目となるルーマニア、ここでも主力に定着し、チームも上位争いと好調なのだ。注目です。ミノソータ、欧州キャリアはマルタから、ルーマニアで7シーズン目を迎えたのだ。昨年は初ゴールも決めてるね。今季からチームを移ったけど順調そうかな。市場価値も右肩上がりなのだ。ルーマニア結構熱いな。27位ブルガリア、ストヤノフ元気にしてるかな。高校のコーチしてるみたい。ずっと日本にいるのだ、それは驚き。26位アゼルバイジャン、情報なし。25位キプロス、情報なし。24位スロバキア、島村雄志、アルゼンチン経由でスロバキア4シーズン目。昨シーズン途中からスタメンに定着。そろそろ結果を残してステップアップしたいのだ。ちなみに姉ちゃんがモデルで、いとこが歌手だぞ。なんかすごいな。23位スウェーデン、加賀山大輝、JFA アカデミー福島の4期生、ちょうど震災の頃だね。フィンランド3部からプロキャリアをスタート。ここ最近は毎年チームを移籍してるのだ。さすらいの助っ人だ。ファンクラブマンも大好きだけど、魔力のこういうタイプも憧れるのだ。小杉啓太、今年の3月に湘南ユースから直接ヨーロッパへ。世代別代表のキャプテンだったよね。早くもトップチームの試合に絡んでるのだ。どこまで行けるか楽しみだな。同世代のライバル高橋にこと入れ違いになったのもまたドラマになりそうな感じ。目指せロスゴリン、22位ハンガリー、瀬長直樹、昨シーズンはモンテネブロ一部で9ゴール。その活躍を買われてのステップアップなのだ。やっぱり数字を残すのも大事なんだな。しかし今季は開幕からまだ出場機会がないのだ。ベンチには入ってるのにね。監督使ってくれや。21位ウクライナ、サッカーのある平和な日常を取り戻したい。20位セルビア、ホリケユ、昨年はモンテネブロ2部でチームの一部昇格に貢献。よりレベルの高いセルビアへの移籍となったのだ。新チームでも開幕から4試合フル出場、いいスタートね。マスタニタから、4月にオコシアス京都への加入が発表されたばかりだけど欧州挑戦の道へ。堀池選手と同じチームだ。アザミの FC からの川崎とユース年代ではエリートコース。この世代は欧州組が多くて面白くなってきた。横地のりゆき、無所属期間を経てセルビア2部に滑り込み、父親がジュビロの元チームドクターらしいぞ。本人もジュビロのアカデミー出身だね。目標は欧州一部リーグ、そしてジュビロ磐田に関われる人間になること。19位クロアチア、長谷川義人も今季ボスニアからステップアップ。高校年代での目立った経歴はなし。検索してもほとんど情報が出てこないのだ。珍しいケースだね。ネットの海をさまよって掴んだ情報が父ちゃんの住職さんだということ。漫画みたいだな。ベンチ入りはしているものの出場はまだなし。荻原拓也、浦和から1月までのレンタル中。試合には絡めているものの、金子の買い取りを渋ったチームだからな。帰ってきてもええんやで。 EL 出場は魅力的だけど、ステップアップ狙うならやはりベルギードイツあたりが理想だね。帰ってきてもええで。18位ポーランド、手しまいで。イタリアでは目立った結果を残せずポーランドへ。そこで3月の途中加入ながら13試合で5ゴール4アシストの大暴れ。わずか4ヶ月で個人昇格なのだ。新チームでも第3節でゴールと上々のスタートだね。平良と大学卒業後にそのまま海外へ。五部は出場記録が残されてないけど、飛び級できるだけの活躍をしたのかな。1シーズンでめっちゃ移籍してますね。まだキャリアを積み始めたばかり。どこまで這い上がれるか。今意外と昨シーズン途中に個人昇格。ポーランドは4シーズン目だね。
4部から2部に行った経緯が気になるな。まずはシーズン通して活躍したい柴田俊。ポーランド5年目にして念願の1部昇格だったはずが、開幕から出番をつかめず2部のクラブへレンタル。昨年は主力として昇格に貢献したのに。仕方ないね。長松修馬、ラトビア2部で無双しポーランドへ。ここでも毎年結果を残し、高等1部までたどり着いたのだ。1部でも試合に出てるみたいだね。すごいのだ。さらなる高みを目指してほしい。ヒノキオ後期、ポーランド挑戦から2年で1部へステップアップ。セカンドチームと行ったり来たりの不安定な立場だったけど、現在のチームでは主力に定着。出場機会でいいチームに入れた感じね。ただチームが現在最下位で苦しいシーズンになりそう。森下亮也、名古屋から12月末までのレンタル中。しっかり主力に定着しチームに貢献。インサイドハーフで魔改装されとる。プレーの幅を広げているが、契約期への12月にどうなるか注目なのだ。古川陽介、移籍期限当日の発表でジュビロからのレンタル。びっくりです。過去に奥抜きや横田が活躍したチームなのだ。日本人の獲得に熱心なクラブだね。うまくいけばドイツやベルギーも視野にって感じだね。ポーランドも日本人多いね。17位スコットランド、小田雄太郎。昨年は右のウィンガーとしてキャリアハイとなる5ゴール。相棒の田川は J リーグに復帰したけど、セルティックじゃなくてもキャリアを伸ばせることを示してほしいのだ。まだ23歳、伸びる伸びる。前田大然、セルティック4シーズン目。足の速さはどこの国に行っても大きな武器になるね。守備でも生きるからね。ただステップアップの噂すら出ないのが少し寂しいのだ。もっと上のリーグで見てみたいけどな。旗手レオ、昨年は怪我に苦しみ不本意なシーズンに。移籍の噂は毎年ありますけどね。セルティックは来シーズンの CL 自動出場枠を失ったこともあるし、次のチームに移るタイミングとしてはいいと思うけど、個人の意思だけではどうにもならないですから。オライリーの放出で脱出が難しくなった印象。古橋強吾、マンチェスターシティとは何だったのか。ロマーノ告発、こちらも噂は多いけどなかなか実現しないね。セルティックって脱出しづらい。伝統あるクラブだし無理に脱出する必要もないんだけどね。ファンとしてはより高いレベルでのプレーを期待しちゃうのだ。16位オーストリア、ハーフナー日記。ディフェンダーなのに得点多すぎて草。さすがね。募集10シーズン目か。そろそろ成長した姿を J リーグで見てみたい気もする。向こうの方が肌に合うのかな。財前敦史、京都ユースからオーストリア7年目。2部では通算115試合に10ゴール17アシスト。大怪我を乗り越えてようやく1部リーグデビュー。ゴールも決めたね。時は来た。それだけだ。川村拓夢、広島からこの夏に移籍。満を持しての海外挑戦となったが、合流直後に負傷離脱。新加入で出遅れるのは辛いね。早ければ年内には復帰できるのだ。デビューが待ち遠しい。15位スイス、チェコは読む。グラスホッパーで4シーズン目。このレベルの選手が当落戦場になる日本代表やバスキ。すごい時代になった。ただクラブではボランチを任されることが多く不満もあるとか。両足うまいからな。常本圭吾、加入直後から不動の右サイドバックに。鹿島さんの右サイドバックは強い。よし、ドイツに行ってシャルケを助けよう。欧州大会を狙えるシセルベットもいいチームだよ。14位デンマーク、村田正樹、川崎ユース出身。さっき写真あったよね。神奈川県一部リーグから3年でデンマーク一部へ。夢あるな。ただ出場機会はあるものの、チームが開幕から7連敗と絶不調。苦しいな。なんとか頑張ってほしい。鈴木優斗、昨シーズンの活躍で強豪クラブからの関心が報じられたものの、所属クラブが売却にあまり乗り気じゃなさそうなのだ。フライブルクのオファーを拒否したみたいね。市場価値は1年で10倍に。ただ20億はちょっと高すぎじゃね。 J リーグから5人くらい買えちゃよ。今季は8試合目でようやくゴール。モチベーションが心配。クラブも売るタイミングを逃したかしら。13位ギリシャ、情報なし。12位イスラエル、情報なし。11位ノルウェー、情報なし。10位トルコ、松木玖生。サウサン
上で試合放棄があったり闇の深いリーグ。メンタルお化けだから大丈夫ですよ。ヒュイチェコ、3部に海外育ちっぽい選手がいるのだ。8位ベルギー、吉永由美希、神村学園卒業後直接ベルギーのヘンクに入団。しばらくは2部所属のセカンドチームでの活動かな。スタメン定着してるしゴールも決めたね。道脇豊か、熊本から1年間のレンタル。まだ現役高校生だよね。とんでもない時代になった。しかもゴールまで決めてるし、結果を残したことでスタメンに抜擢。2部では強いチームだから昇格も狙えるのだ。楽しみすぎる。後藤圭介、岩田から12月末までのレンタル中。アンデルレヒトのセカンドチームだね。順調に結果も残してるし、このまま買い取りかな。今季もここまで5戦3発、いつトップチームに呼ばれてもおかしくないね。監督交代の影響ありそう。阿部シュート、チームの降格に伴い今シーズンの舞台は2部リーグ。1部でバリバリやってたわけだから違いを見せないとね。今季の成績が今後のキャリアを左右しそうだな。小川亮也、完全移籍に切り替わり、今季は開幕からスタメン出場を続けているのだ。しかしですね、新トト守備崩壊してるよね。開幕4試合で14失点はさすがに笑えんぞ。監督交代後は少し立て直した印象だけどね。山本理人、こちらも完全移籍に切り替わり、パリ五輪での活躍も記憶に新しいのだ。頼りになりましたね。今季はまずクラブを立て直して、将来的にはもっと上のリーグで活躍を。降格したら元も子もない。国母でオブライアン、ベンフィカを脱出、サンキューシントと。オリンピックすごかったね。クラブへの合流が遅れたもののスタメン定着後は5試合負けなしだね。救世主だな。もう少し状況が落ち着けばいい代表入りもあるかな。藤田ジョエル千葉、オリンピックではキャプテンとしてチームを牽引。この半年間で評価を大きく上げた印象なのだ。 A 代表にも絡んできてほしいね。課題は守備面かな。もう少しスケールアップしてほしい。オリンピックでの悔しさをバネにレベルアップだ。伊藤宇良太郎、 J リーグでの勢いそのままにベルギー初年度を7ゴールという成績で終えたのだ。素晴らしいです。市場価値も1年で約2倍だね。当然今季はそれ以上の活躍を目指したいところ。伊藤選手が数字を残せばチームの成績も上がってくるはず。谷口翔吾、この年齢で初の欧州挑戦。意外な移籍でしたね。今シーズン苦しんでる川崎に帰るのかと思ってたのだ。面白いキャリアになったね。まだまだ代表キャップも伸ばしてるし、その豊富な経験値でクラブの成績も立て直してくれるはずなのだ。大南拓磨、川崎から1年間のレンタル。急転直下でしたね。クラブに怪我人が出たこともあって難なくスタメンに定着しそうなのだ。2試合目でゴールも大きい。秋元貴博、今季は開幕から3試合センターバックとしてスタメン出場。ベルギーでもそんな起用法なんだ。どこでもできるとはいえすごいな。細かいチーム状況は分からんけど、大南加入もあって本職のサイドに戻ったか。初ゴール待ってるぞ。高峰智樹、柏からの完全移籍。もう J1 主力クラスはみんな狙われてると思っていいよね。これそうだね。リーグレベル的には大差ないとこまで来たのだ。スタメン起用も多いし、このまま主力に定着しそう。藤井春也、昨シーズン途中加入ながら最下位に沈んでいたチームの一部残留に大きく貢献。完全移籍に切り替わった、塩暴れしてステップアップしてほしいのだ。今シーズンは大きな怪我せず活躍してほしいね。金子拓郎、 J リーグ復帰がささやかれたもののベルギーで新たな挑戦。ポルトレック三重心、海外で高峰との共闘とは札幌作も胸熱。早速ゴールも決めたし、ベルギーのスタッツオタクも沸かしてほしいわ。先日行われた新トトロイデン対ポルトレックの試合、両チーム合わせて日本人選手9名が先発。ベルギー国内でも話題に。外国籍選手の数だとフランス人に次いで日本人が2位らしいです。緩和球大、シュミット・ダニエル、昨シーズンは移籍でつまずきキャリアが暗転。代表からも遠ざかっちゃった。今年は大事な1年ね。しかし現状は第2ゴールキーパー、ここから返り咲けるか。伊藤敦樹、浦和の新キャプテン就任から1ヶ月での移籍歴。ただ悪いように言う声は聞こえないね。ルーキーイヤーからずっと貢献しましたもん。
得点力のある大型ボランチは貴重。頑張ってほしいのだ。応援してます。渡辺剛、先日の試合ではゲームキャプテンも務め、今やベルギーリーグを代表するセンターバックに。そろそろブンデスエリか。この夏も噂はあったんだけどね。代表入りを狙うためにももう一つ上のレベルで見てみたいのだ。町田浩樹、こちらも移籍の噂が多くありながら今回は実現せず。左利きだし需要は高いですよね。金額もお手頃なような気もするけどね。ちなみに契約は2026年まで。遅くとも次の夏までには移籍でしょうね。7位ポルトガル、キーティング・タイラー。クラブオーナーの小野寺グループが立ち上げた留学事業の1号生。今季から見事にトップ昇格を勝ち取ったのだ。しかも開幕からスタメンじゃん。面白い存在になるかも。高橋智也、横浜 FC 所属。18歳の誕生日を待って即レンタル。高校3年生か。まあ留学みたいな感じだろうね。宮田泉、こちらも横浜 FC からのレンタル。大卒ルーキーだね。鳥取へのレンタルを切り上げての挑戦なのだ。永田幸太郎、作家に横浜 FC からレンタル。さらに1年延長となったのだ。こんなにレンタルして現地そこの心情が心配。これで無理にでも試合起用してたら怒るだろうけど、結果さえ出せば問題ないのだ。ちなみに現在最下位。やばいじゃん、頑張れ。伊予修太、この間まで東海リーグ2部でプレーしてた選手。9月に入ってから海外移籍が発表されたのだ。いきなりポルトガル2部か。少ないチャンスをものにできれば大きく道が開けるはずなのだ。応援しましょう。中村康介、チームの降格に伴い今季は2部での戦い。ポジションもライバルと争ってて固定されてはいないね。2部で塩漬けにされるぐらいなら J リーグで見たいよ。名古屋グランパスさん、私の声が聞こえますか？来年キーパーはいないんですよね。柏はそこに怒られるよ。声かけるぐらいはいいじゃん。小林勇気、構想外だったセルティックをようやく離れ、新天地はポルトガル2部。さすがに試合には出られるだろうけど、少しもったいない印象の遺跡。仕切り直しですね。沢田翔、まだ若手チーム所属なんだけど、 FC 琉球にいた選手だから紹介しておくね。日本人大好きだな、このチーム。デニス・ジュンパーティンソン、日本生まれ海外育ち。こちらもまだ若手チームの所属。世代別の代表に呼ばれてたよね。福井太一、バイエルンから1年間のレンタル。ポルトガル修行継続か。ただ買取オプションが設定されたから売却対象になってるかも。見切るの早すぎだろ。ポルトガルリーグに完全移籍となれば心配な部分はあるよね。簡単には抜け出せないね。藤本寛也、ポルトガル一部で5シーズン目を迎え、日本でも存在が知られてきたのだ。今季は第2節でハットトリック。ようやく移籍の噂も出てきた。このまま活躍を続けてポルトガル脱出なのだ。ポルトガル上位チームでもいいね。森田秀政、在籍2年目となった昨シーズンは主力としてリーグ制覇に貢献。市場価値も右肩上がりだね。今季もチームはロケットスタート。代表戦を見た感じでは本人の調子も良さそうです。チャンピオンズリーグでの活躍も楽しみなのだ。6位オランダ、池下雄也。ご両親が日本人ながらオランダ出身。まだ若いけど2部では通算100試合を超えてるのだ。オランダの代表資格もあるってことか。どちらにも呼ばれるぐらい頑張ってほしいね。水戸俊介、昨年の J リーグベストヤングプレイヤー賞。途中加入ながらオランダにもすんなりと順応したのだ。オリンピックでも活躍したね。勢いに乗ってる感じあるよね。焦らずまずはオランダで結果を。マイクマセイヤ、プレミアリーグに移籍した菅原の後釜として白羽の矢。開幕からスタメンの座をつかみ、向こうでの評価も上々なのだ。チームも好調なスタートね。ヨーロッパリーグもあるし楽しみなのだ。塩貝健人、マリノスに入団内定してた選手が横からかっさらわれたのだ。言い方よ。だって移籍金も将来の連帯貢献金もないわけでしょ。特別視点の場合ってどうなるんだろうね。オランダは外国籍選手の最低年俸ルールがあるから大丈夫だと思ってたのに。日本人の活躍が増えてそれでも安いのがバレちゃったか。この1年で一気に階段を駆け上がったね。まだまだ上を目指すのだ。小川航基、加入1年目から2桁ゴール達成。
素晴らしい。代表にも定着し、なんなら序列まで覆してしまうかも。まだまだ成長できるよ。2年連続2桁ゴールとなれば欲しがるチームも出てくるはず。佐野広大、J2 時代を知る僕からすればこの活躍は驚かなかったぞ。後出しでマウント取るな。サイドも中央もできるからどんな成長曲線になるか楽しみ。今季も開幕戦から早速ゴール。ナイス。一度代表を経験させても良さそう。上田綺世、我らが日本代表のストライカー。所属チームでは苦しんでますね。途中出場がメインと考えれば結果は残してるけどね。おいヒメネス、移籍まだかよ。こんな事態になるとはね。ゴイフランス、オナイウアド、昨シーズンは2度のハットトリックなどでチームトップの15得点、一部昇格に大きく貢献したのだ。昇格請負人みたいになってる。久しぶりに代表でも見てみたいな。まずは2度目の一部挑戦で結果を残したいね。伊藤純也、今年1月からのスキャンダル報道もようやく決着の兆し。身長許すまじ。クラブでは主力として高いパフォーマンスを維持しているのだ。代表にも復帰したね。スピードスターは早熟っていうのはもう古い考え方なのかも。中村敬斗、フランス挑戦1年目は代表戦での怪我があったものの、チームの主力に定着、さらなる活躍が期待されるのだ。ドルトムント行きの噂もありましたね。このまま活躍を続ければ全然あり得る。南の匠、1年目は惨憺な出来だったけど見事にアジャスト、リーグ戦9ゴールでクラブの年間 MVP に選出される大活躍。滝復活、今季も開幕戦で早速ゴール、キレッキレなのだ。獣、その読み方やめてね。4位ドイツ、松田颯、業務提携の一環で水戸からレンタル中。契約上トップチーム昇格はないのかな。一応出れるかもしれないから紹介。室谷聖、町大籍の噂もありながらハノーファーで5シーズン目を迎えたのだ。ただ今シーズンで契約が切れるらしいね。果たしてどんな選択をするか。狙ってる J リーグのチームも多そうだね。伊藤達也、途中出場が多いもののチームの欠かせない戦力。ただ伊藤も今シーズンで契約切れらしいぞ。J リーグ逆輸入もあり得る。このタイミングではなさそうだけど、いずれは帰ってきてほしい選手だよね。奥抜き漢字、昨シーズンはドイツ初挑戦ながら開幕から好調をキープ、日本代表にも選出。しかし後半戦はコンディションを崩してしまったね。今季は開幕戦でゴールしてます。あのクローゼが監督か。胸アツ、横田大輔、まさかのユースでした。ものすごいスピードでステップアップしてるよね。こないだベルギーでの初ゴールを決めたばかりだったのだ。ヘントから1年のレンタル、川崎ユースすごいな。ラトビアから3年でドイツまで行けるんだね。才能と努力があってこそです。アペルカンクシンタ、プロデビューから出場機会をつかみ順調にキャリアを積んでいるのだ。日本人選手一人になっちゃったね。目標は昨シーズンあと一歩で逃した一部昇格、チームを引っ張ってほしいのだ。佐藤圭一、明治大学からドイツに渡り1年、セカンドチームが活動のメイン。そこで結果は残してますよ。昨シーズンはトップチームのベンチに入ることもあったし、そろそろデビューするかもしれないのだ。永田美桜、ドイツ生まれ、小学生年代を川崎のアカデミーで過ごす。また川崎、昨シーズンはオランダにレンタルされリーグ最多セーブ数を記録。バルサなど多くのビッグクラブの関心を引いた選手なのだ。すごすぎない？今夏はひとまずブレーメンに残留。試合出れないのもったいないな。将来的にドイツ代表になる可能性もあるけど、そうなっても応援したいね。それだけの逸材です。花城凛と KFA アカデミーから直接ドイツへ。トップチームでのデビューを目指して研鑽を積んでいるのだ。目指せろスボリン。ジェイス・アーミー、今季からトップチームへ昇格。開幕戦から試合にも起用されて評価は上々。今季はチャンピオンズリーグもあるからチャンスは多いわね。飛躍の1年になりそうな予感。奥川雅也、昨シーズンは故障離脱が多く難しい状況に。舞台を一部リーグに戻した今季、ごとのネイマール復活となるか。過去に通用することは証明してますからね。その回収、見守るしかないね。僕は再出発の場が与えられてよかったと思うのだ。マインツに骨を打
もりで頑張るしかないだろう。三好浩二、主力としてリーグ戦43試合に出場するもチームは3部へ降格。試合数やばすぎ。そのままイングランド3部で開幕を迎えたところだったのですが、サプライズがありました。あの状況からブンデスに行けたのは素晴らしい。ただエレベータークラブだから、ここでも残留が目標になるのだ。町のシュート、欧州1年目は5ゴールに終わったものの、中心選手としてチームの昇格に貢献。クラブ史上初昇格みたいね。歴史に名を刻んだのだ。苦しい戦いが予想されるけど、そういうチームで点を取るのは慣れてるだろう。忍者コース連発で頼む。福田氏を、ドイツ挑戦から1年半、早くもトップ昇格を果たして試合にも絡み始めてるのだ。今後が楽しみの一人ですね。フォワードだからまずはゴール、チャンスは多くないだろうけど期待しちゃうね。板倉子、移籍の噂があったけどこの夏は残留。今さらオランダリーグ行くかな。名門クラブだから悩む余地はあったよね。 CL もあるし、プレミアでも全然できそうだけど。同案率、フライブルク3年で結果も残してるし、そろそろステップアップしたい。フライブルクもいいチームですよ。あと子供にサプライズする動画は定期的に上げてほしいのだ。それはプーマに頼みましょう。伊藤博樹、まさかの大型移籍となったのだ。シュツットガルトは獲得時の約60倍で転売。ふざけんなよ。開幕前の怪我が残念で、繰り返しやすい箇所だから復帰を焦らずちゃんと直してほしいのだ。3位スペイン、橋本健人、この夏に契約切れでフリーに。チーム探しに難航していたようだけど、同じスペイン2部のチームへ移籍なのだ。エイバルってイニエスタ選手がいたとこか。昇格を狙えるチームだし、よかったんじゃないかな。まずはスタメンダッシュにチャレンジ。浅野拓磨、昨シーズンはチームの一部残留に貢献。契約延長を謳って向かった先はまさかのスペイン。サプライズだったね。代理人もクラブもないし、開幕戦ではレアル相手にドロー。天敵ウリダートの再戦の話題に。ゴールが待ち遠しい。久保建英、移籍の噂もあった中ソシエダに残留。しかし主力の退団が相次ぎ、チームが崩壊状態。見どころのない試合内容に日本のファンもやきもき。今シーズンはかなり難しそうだね。ステップアップだと国内ならレアルしか選択しなさそうだよね。やはりプレミア行きが濃厚かな。2位イタリア、鈴木ザイオン、シントとは1年で卒業し、新天地はセリエ A のパルマ。こないだまで石川選手の控えだったのに。中谷アドリアーノに向く、プレーもかっこよかったな。おじさんやめてね。伝統のあるクラブとはいえ、今季は昇格組、目標は一部残留なのだ。現地での評価は上々です。1位イングランド、横山歩夢、この夏にトスから完全移籍。3部だよ。でもリーグの市場価値は J1 より少し劣るぐらいなのだ。すごいな本場は。スピードを生かして得点量産だ。岩田智樹、22年の J リーグ MVP もセルティックでは苦戦。チームキャプテンとのポジション争いだったし、移籍には驚いたけどいい決断だったと思うのだ。デビューから2試合連続ゴール。まずはチームを昇格させるのが至上命題なのだ。3部では頭一つ抜けたチームだし昇格するよね多分。角田良太郎、1月にマリノスから完全移籍。昨シーズンはポルトレイクにレンタルも負傷離脱で不完全燃焼。しかもまだその怪我が長引いている状況。苦しいな。まずは怪我をしっかり治して、チーム状況によっては再レンタルかな。瀬古達樹、川崎から完全移籍。まさに急転直下、誰も予想できなかったのだ。 J リーガー買い叩かれすぎよ。労働許可証のルール緩和がここまで大きく影響するとは。でも実力は間違いないし、活躍してくれるはずなのだ。そしてまた日本人選手の評価が上がる。大橋祐希、広島に移籍したばかりだけど海外挑戦へ。 J リーグの前半戦を盛り上げてくれました。向こうでも勢いそのままに開幕から8試合で5ゴール。開幕戦男。8月のクラブ月間 MVP にも選出。この勢いは本物だ。平川優、町田躍進の立役者が1年間のレンタル。 J1 でも際立ったプレーでした。ハリゴリンの負傷で出遅れたものの、まずはジョーカーとして存在感をアピール中。両サイド遜色ないし出番は多いはず。田中を、滅亡していた移籍がようやく実現。
とりあえず良かったね。今季も残留かと思ってました。イングランド2部なら全然悪くない。しかも上位チームだしね。プレミアの昇格にも期待ですね。橋岡田駅、プレミア移籍の報道には驚いた。しかし残念無念、チームは2部降格。プレミア初挑戦のチームでしたから。気持ちを新たに再昇格を目指したいところだが、プレシーズンマッチで負傷、それも長期離脱っぽいのだ。焦らず行きましょう。坂本達弘、ベルギーでは攻撃の中心としてチームの年間 MVP に。ノーゴールでそれはすごい。新天地となったここではゴールも量産。怪我がなければ2桁ゴールも見えてたのだ。イングランドで急激に日本人選手が増えたのは坂本選手の実績も大きいよね。今季は怪我なく活躍してほしいね。斉藤光輝、ベルギー2部のロンメルからレンタル。保有権手放さないね。どんな契約してるのだ。新天地となった QPR は各地村がいたイメージ。デビュー戦でアシストを記録し、スタメン起用も増えてきた。着実に階段を上がってる感じ。菅原幸成、オランダで5年、冒頭プレミアリーグに到達。攻撃センスと面白キャラクターは高い評価。課題の守備でどれだけ頑張れるかが鍵。3試合目でゴール決めたね。チームが開幕5戦に勝利と苦しい立ち上がりなのが気がかりなのだ。遠藤航、電撃移籍から1年、未だに現地は手のひらくるくる。モデロ、監督交代で序列が低下、去就が注目されているのだ。クラブ OB のコメントが辛辣すぎる。日本で言えばトゥーリオや城庄司が消えてるようなもんじゃない。あ、なんか少し気持ちが楽になった。鎌田大地、ラツィオを1年で退団、クリスタルパレスへ。新天地の監督はブンデス時代の恩師だから余計な心配は無用でしょう。鎌田選手の説明書を持ってるのは大きい。解任されなければね。こちらも開幕5戦未勝利か。富安武博、アーセナルで4シーズン目。魔改造を繰り返しクラブでは左サイドバックがメインに。チーム状況に合わせてどこでも出張。勝利率の多さがたまに傷なのだ。その影響で放出行動も多いよね。プレーの激しいプレミアを離れてみるのもいいと思うのだ。三笘薫、昨シーズンは怪我の影響で後半戦をほとんど欠場。チームも注意にとどまり、悔しさの残る1年に。今季はその分やってくれるはずですよ。もはや三笘のチームといっても差し支えない立場。ダメな時はボコボコに叩かれるだろうけど頑張ってほしいのだ。期待の裏返しです。怪我だけ気をつけてもろて。最後にざっくりと人数をまとめてみたのだ。相変わらずベルギーとドイツで大人気。そしてイングランド2部が急浮上。中盤の選手が多いんだね。まあざっくり仕分けだけどね。サイドも含めれば攻撃的な2列目タイプが最多。だいたいイメージ通りでしょう。というわけで欧州の日本人選手を軽く紹介するつもりが長尺に。いわゆる5大リーグだけで22人代表スカッと埋まっちゃうね。これからもっと増えてくんだろうな。 J リーグとしては移籍金収入の引き上げが喫緊の課題。このまま高額転売され続けちゃダメなのだ。簡単にはいかないでしょうけどね。今回は以上です。お疲れ様でした。お疲れ様です。